コリツヤはイタリア海軍の重巡洋艦ザラ90巡洋艦に属する。艦名は未回収のイタリアの一部としてイタリア領となった都市、コリツヤにちなむ。1930年3月17日に寄港、同年12月28日浸水、1931年12月23日に収益。スペイン内戦時、ザラ90巡も、 同地方近海で活動した。1936年8月にはドイツを訪れ、キール軍港で行われた観観式に参加。夏季オリンピックの間、キールに停泊した。それからイタリアへの帰路に着いたが、公開中に爆発事故を起こす。ジブラルタルで応急修理を行った。1940年6月10日、イタリアは第二次世界大戦に、 数軸側として参戦し、イギリスとフランスに戦線を布告した。7月9日、イギリス海軍地中海艦隊及びオーストラリア海軍で編成された連合国軍艦隊と交戦する。イギリス戦艦ウォースパイトの主砲団がイタリア戦艦ジュリオチザーレに命中して勝破、イタリア艦隊は退却した。同年8月31日、 イギリス海軍の発作戦に対する迎撃に参加。本艦を含むザラ級従巡がターラントで待機中の11月11日から12日にかけて A 海軍は空母イラストリアスから発進したソードフィッシュで夜間奇襲攻撃を観光する。ひかみなりしたイタリア海軍の主力艦3隻が大破、着艇した。A 空母攻撃隊の損害はソードフィッシュに機喪失であり、 片方の墜落原因は、ゴリツヤの対空砲火によるものだった。イタリア海軍は健在の新鋭戦艦、ビットリオベネトを中核にして、水上兵力を再編した。従順洋艦は7隻が健在であり、その中にゴリツヤの姿もあった。11月27日、スパルティベント、岬沖海戦に参加。1941年1月に、ドイツ空軍が、 シチリア島から出撃を始めると、地中海攻防戦は、新たな局面を迎えた。ゴリツヤは2月下旬から5月上旬まで、ラスペツヤで修理を行った。この間に正規した、マタパン岬沖海戦で、本艦以外のザラ級重巡洋艦3隻は、全滅した。ゴリツヤは、現在のトレント級重巡洋艦や、重巡ボルツアーノと船体を組むようになる。6月、 ナポリからトリポリへ向かう、兵員輸送船団の護衛。8月、イギリス海軍のミンスミート作戦に対する迎撃に参加。9月、イギリス海軍のハルバード作戦に対する迎撃に参加。11月、北アフリカへ向かう船団の運航支援に参加。12月17日、第一次シルテワン海戦に参加。イタリア新鋭戦艦、ビットリオ・ベネトが、 A 潜水艦の来撃で脱落したが、それでも高速戦艦3隻、従順2隻、駆逐艦多数を要していた。劣勢のイギリス艦隊は、水雷戦隊による魚雷攻撃にかけるしかなく、イタリア艦隊も戦艦を守るために従順と駆逐艦を突撃させた。コリツヤは、イギリス艦隊に肉薄し、英駆逐艦1隻に損傷を与えた。イク駆逐艦マエストラーレも、 別の駆逐艦一隻に損傷を与えた。1942年3月22日、第二次シルテワン海戦に参加。イギリス軍輸送船団の護衛艦艇,艇は、防空巡洋艦を機関としており、戦艦リットリオと巡洋艦三隻を含むイタリア艦隊の放火力に圧倒された。イギリス側は砲撃戦で、 損傷艦多数を出し、海戦が終わった後も輸送船4隻のうち2隻がドイツ空軍の空襲で沈没、残りの2隻もマルタ島で物資揚陸中に空襲で沈んだ。船団の補給物資2万6000トンのうち、マルタに揚陸できたのはわずかだったという。数軸側はイギリス軍の増援輸送をおおむね阻止して海戦に勝利したものの悪天候により駆逐艦2隻が沈没した。 この頃、地中海艦隊司令長官は、カニンガム提督からヘンリー・ハーウッド中将に交代した。イギリス軍は、ジブラルタルからマルタ補給を目指すビガラス作戦と、アレキサンドリアからマルタ補給を目指すハープーン作戦を立案し、2つのマルタ輸送船団が編成された。6月中旬、イギリス海軍のビガラス船団に対する迎撃に参加した。 6月21日のトブル区間落により、ロンメル機構師団はアレキサンドリアに迫り、地中海艦隊は同行から撤退の準備を始めた。だが、最終防衛戦のエルアラメインでドイツ軍の進撃を阻止し、一息ついた。イギリス海軍はジブラルタル経由でマルタへの補給を目指すペデスタル作戦を準備した。8月中旬。 イギリス海軍のペデスタル船団に対する迎撃に参加する。イタリア艦隊は、従順3隻、軽順3隻、駆逐艦10隻という強力なものだったが、8月13日に、英潜水艦アンブロークンの来撃で、従順ボルサーノと、軽順無強圧転道路が損傷した。イギリス軍輸送船団や、護衛部隊に果敢に挑んだ、数軸軍航空部隊、潜水艦部隊、 魚雷艇部隊に対し、イタリア水上艦部隊は戦局に寄与できなかった。ペデスタル戦団は大損害を受けたが、商船3隻とタンカー1隻がマルタにたどり着き、貴重な物資と燃料を補給した。1943年4月10日、空襲からの退避先、ラ・マッガレーナで、アメリカ軍の B-24 リベレーター84機による空襲に遭い、 直撃弾3発を受け退破した。ゴリツヤはラスペツヤへ移り、修理を受ける。9月上旬、イタリアと連合国が講和する。これに対抗し、ドイツ軍はイタリア各地に侵中した。ラスペツヤも占領され、ゴリツヤと航空母艦に改造中のボリツアーノは、ドイツ軍に露覚された。すでに政界権は連合国側に渡っていたため、ドイツ軍は、 ゴリツヤとボルツァーノの本格的復旧を諦め、港内への敵艦侵入を妨害する、閉塞船として計流するに止めた。1944年6月、ラスペツヤのイタリア艦艇がドイツ軍に戦力化されることを恐れた連合国側は特殊船皇帝チャリオットで停泊中のゴリツヤとボルツァーノを攻撃することにした。この作戦はイギリス軍と共同公船側イタリア軍の 共同作戦であった。駆逐艦グレカーレによって運ばれたチャリオット2台とコマンド隊員4名は6月21日夜から22日にかけて校内に潜入する。計画ではコリツヤとボルツァーノの両方にリンペット嫌いを仕掛けるはずだったがうまく行かず沈没したのはボルツァーノだけだった。第二次世界大戦終結後の1946年 孤立屋の残骸は解体処分とされる。1947年2月27日、除石。1937年に、環境の側面に位置する10センチメートル、連装広角砲を左右合わせて2機と、ビッカーズテルに40ミリメートル機関砲4機と12.7ミ、mm、リメートル、炭素機銃4丁を撤去し、近接器として、ブレダ37ミリメートル機関砲を連装砲がで4機。 1 3 2ト、mm、ル機関銃を連装砲がで4機ずつを搭載した。1940年には照明弾発射用の1 2トル単装砲2機追加したが、同警艦3隻がいずれも1941年3月29日のまたパンミサキ戦で撃沈されたのに対し、具体的には1 2トル単装砲2機の撤去が行われ、 37mm 連装機関砲2機の6機で計12門まで、強化 13.2mm 基銃も 20mm 機関砲2装され、連装6機、単装2機の計14門となっている。ありがとうございます。